私の名前は渡辺シャンタルでござる。父はアメリカ人、母は長崎人。長崎市立諏訪小学校出身。でも長崎に住んでいたのはわずか1年なので、長崎の観光地には行ったことないんです。長崎の観光スポットにいざ参る。門番の方が立っています。こんにちは。ようこそ出島へ。はい、いよいよ出島をですね、6月1日からオープンいたします。本当ですか？私初めて来たんですが、もう本当に江戸時代にタイムスリップした感じですよ。一緒にね、写真も撮ることもできます。そうですか、はい、出島、はい、インスタに載せてもよろしいでしょうか？どんどん上げてください。出島のこと一丁わからないでござる。昔はここは海に囲まれていて、はい、今の地続きになってますけど、あの海に突き出た本当の島だった場所なんですよ。 SNS 映えするスポットがまだ他にもあります。本当ですか？はい。わあ、広い。はい、ここはですね、カピタン部屋という一番大きな建物になります。カピタンって何ですか？オランダ商館長、出島で一番偉い人のことを指す言葉で、その語源がキャプテンから来てますね。キャプテン、キャプテン、カプテン、カピタン？あの壁とか天井を見ていただくとですね、はい、唐紙という綺麗な装飾の施された壁紙が貼ってありますね。これをバックに綺麗な写真とかをよく撮られてますよ。ミュージアムとか入るときに写真はダメって聞くんですが、特に制限かけてませんから、写真どんどん撮っていただいて大丈夫です。どんな料理が来るのかな。うわお待たせしました。これはご当地グルメのトルコライスでございます。そう、ボリューミーですね。モナリザみたいです。うん、天界一でござる。カツはですね、オランダから輸入されたね、ウーシャブタ使ってます。カツ食べたらすぐご飯食べたくなる。落ち着きました。他にはどんなメニューもありますか？特にオランダの代表的な長崎出島ビーフライス、ビーフも出島が発祥なんです。6月の一つのイベントとしてですね、ご家族で来館された方たちに、子どもさんにお一人様一つこの召し上がっていただくという着用でございます。